太平山は、秋田県大仙市にある標高387.6メートルの山である。太平山とも表記され、地元では、姫神山、西山という別名がある。テレビ局のアナログテレビ放送、デジタルテレビ放送の対局中継局が地局、されており、仙北平川地域のうち、東側の一部、仙北市方面を除く大半の地域に向けて、電波を発射している。なお、 ここでは北六に地局されている大曲岡テレビ中継局についても合わせて記述する大仙市大曲地区のマンホールの二尾物川がしより太平山を望む大局大橋上より太平山と物川を望む大仙市の旧大曲市街地西部にそびえ立つ地元では太平山よりも姫神山の名が浸透しており市町村合併により大仙市が発足する際 新氏名の候補に、姫神氏が上がったほどである。大選州大曲地区のマンホールの蓋は、ブルーノタウトが絶賛したマリコ川、太平山の風景と全国花火競技大会がデザインされている。山では安山岩が散出され、昼川集落では石材店が密集している。冬以外は登山、散歩、ピクニック、山菜採りの客のほか、遠足や部活動に励む姿が見受けられる。 主なものは姫神公園登山道、昼川登山道、南海登山道の3つがある。姫神公園登山道は山頂から見て北東に位置する松山公園から登るルートで全長約 2.1km 約1時間のコースである。最も利用者が多い。昼川登山道は昼川集落の奥にある入り口から登るルート、入り口からわずか5分で、 姫神公園登山道と合流した後、約30分で山頂に至る。南海登山道は、南海スキー場付近から登るルート、先の2つのルートより整備が進んでいないが、山頂のすぐ近くまで自動車で登ることができる。そのため山頂の中継施設の整備の際はここから、資材が搬入されることがある。現在地形図に載っている道は使用されておらず、 別のつづら折りの謙遜な道が使用されている。これらのルートの他に、旧大曲り市、旧上岡町の境界線上を登るルートや、薬師神社の奥から登るルートあるが、全く整備されておらず、入り口もわかりにくい。太平山の別名である姫神山という名前は、この地に残る鶴の羽形状物語という伝説が由来となっている。現在も周辺には、 伝説が元になった地名がいくつか残っている。中継局、中継局、地局住所、編集その他、編集対局中継局、編集大曲中継局、編集受信障害対策中継放送について、編集、ありがとうございます。